ホームがブルーのブラウブリッツ秋田、アウェーが白の鹿児島ユナイテッド FC、 首位を破るぞというその勢いが前半は秋田に見られました。立ち上がり前半5分、山田樹のシュート、思い切ってシュートを狙った山田樹でしたが、アンジュンスのブロックに遭いました。そして前半9分、この田中のシュート、一度はゴールネットを揺らしまして会場も沸いたんですが、判定はオフサイドということでゴールは認められませんでした。ただその5分後、秋田の先制の場面です。ペナルティーエリアに入る質と話していた前山、今回は見事ワンタッチで相手をかわして、最後はさらに相手の股を抜いての見事なシュートで秋田は前半先制に成功。この立ち上がり15分あたりまでは完全に秋田というのペースというようなゲームでした。さらには前半終了間際の43分、田中がうまく前を向いてのシュートもあったんですが、追加点は奪えなかったという前半。秋田が前半1対0とリードして折り返して迎えた後半でした。後半は完全に鹿児島のゲームとなっていました。6分、鹿児島のこのセットプレーから清水が一度防いで中原が押し込めるかというところでしたが、シュート枠には飛びませんでした。こちらは後半9分のシーン、前半から再三激しく当たっていたのがこの茅沼と千田。こちらは後半の17分、鹿児島のチャンス、田中総一のシュートもまた秋田の清水がスーパーセーブ。今日もビッグセーブが何度もあったという清水ですが、押し込まれ続けていたという後半の秋田でもあります。このシーンも最後は清水が勇気を持って飛び出しましたが、後半の28分、中原のヘディングも清水のセーブ。ただフリーでクロスを上げられ、フリーでシュートを打たれ、この後半36分のシーンは見事な西岡のミドルシュート。ワールドカップスペイン対ポルトガルのあのスペインのナチョの